父さん、どうしてあなたは俺を選んだ？それどころか、俺よりもニコラの方を気に入っていたんじゃないかと。あなたが最後に選んだのは俺だった。お前がこのファルツォーネを背負えと、血の定めを守れとあなたは言った。俺は未熟だ。心を殺して平静を装うのが精一杯。ニコラのような余裕なんてない。父さんにもニコラにも、俺は遠く及ばない。それは、自分自身が誰よりもよく知っている。秘密結社としてのファルツォーネが隠し続けてきた秘密。俺たちが守るべきもの、そのための鍵、そのために貫かれてきた純潔主義。俺の代で全てを無に帰すわけにはいかない。俺は、この使命を守り抜く。ファルツォーネファミリーを守る。そのためなら、俺はいくらでも冷酷になる。リリアーナ・アドルナート。俺を見ていたのか。いつから。彼女が少しでも自由であるように、俺たちに関わらず生きていけるように。無視して帰るのもわざとらしい。挨拶くらいした方がいいか。だが、何を話せばいいんだ。気の利いた挨拶を思いつくまで、彼女が待っていてくれるといいが。どうして？僕はパパもママもいないんだよ。
それがお姉ちゃんの幸せ？そっか、僕にもたくさんのお姉ちゃんとお兄ちゃんがいてくれるんだよね。教会のみんなは僕の家族なんだ。ことを幸せにできるのは神様じゃなくて僕なの？お姉ちゃんの言ってることは難しくてわからないことだらけだけど、でも僕少しだけわかったかも。うん、ありがとうお姉ちゃん。いや、あんたも外に行きたいのかい？でもね、あんたは外に出て行ってもきっとすぐこの町に戻ってくるよ。そうだ、アルカを出るならよく気をつけるんだよ。ベレーノの方には一人で行かないようにね。いいかい？おいや、そうかい？ああ、行っておいで。
うしてお前が止めに入る。市民の声は受け取った。検討する。ったく、やれやれだな。じゃあ俺もそろそろ署に戻る。リリー、何か困ったことがあればいつでも相談に乗るからな。まあアルカで揉め事なんぞそうそう起こらねえだろうが。いざって時は遠慮すんなよ。お前とも長い付き合いだからな。それに女子供には優しくするのが俺の流儀さ。それにしてもたくさん買ったね。教会まで送るよ。意外な質問だな。悪いと言い切れるほど親しいわけじゃないよ。いつもはあんなに突っかかってこないし。今日は虫の居所が悪かったのかな。彼も人間だからね。役に立てたならよかった。君のその笑顔が何よりの報酬だよ。じゃあ、気をつけてね。君は知っていたよ。
私はあまり礼拝に来ない人間だけれど、君の姿は何度か見かけていたから。謝るようなことではないよ。私もこれまではただ見ているだけで挨拶もしなかったのだから。少し確かめたくて。ああ、君も。待ってくれ、シニョリーナ。ああ、もしよければだけれど、また明日会いに来てもいいだろうか。お互いのことを話しながら散歩でもどうかな。君が迷惑でなければだが。グラッツェ、君のように可憐なことデートできるなんて光栄だ。では明日またここで会おう。
驚いた。彼女が俺の顔を覚えてるなんて。話したこともないのに、まさか気づかれてるなんて思わなかった。今はまだ彼女には個人として認識されたくない。どうしよう、しばらく教会に行かない方がいいだろうか。古くより峡谷は墓守の一族ワルツォーネにブルローネの統治と秘匿された生物の守護を任せていた。だがワルツォーネは神のご意向を笠に着て犯罪組織へと身を落としたのだ。自らを律することもできず、内部分裂を起こし、新たな犯罪組織さえあの町に生まれ、それだけではない。他国から流れてきた犯罪者たちまで幅を利かせる始末。もはやファルツォーネからブルローネの管理者たる資格が失われたのは火を見るよりも明らか。かといってあの地には我々であろうと迂闊には手を出せない。だから来たるべき時までブルローネを監視すること、それがひとたるお前の役割だ。かしこまりました、陛下。恩義の憂いを晴らす働きをすることをここに使徒の名に誓います。期待している。ではお前に任務を授けよう。手始めにファルツォーネの。俺が峡谷の人間だということは隠し通さなければならない。だからできるだけ近しい相手を作らないように行動してきたのに、最近は。このガキ、俺の財布を盗みやがったな。不貞野郎だ、身の程を知りやがれ。はあ、うるせえ、あんたは黙ってろ。おお、だったら呼んでこいや。やめろ。派手に騒いでたのは誰だ？ガキが何を盗んだって？
俺の財布を。その財布にはいくら入ってた？中身ごと俺が買い取ってやるよ。ゴリラでいいすか、ギル。銃にしてやれ。わかりました。ほらよ、受け取れ。こんなにありがとうございますシニョレ。せっかくの炊き出しだってのに騒がせて悪かったな。え？俺にも？ああ、飯時を邪魔しちまっただろう。俺からの詫びだ。取っといてくれ。ありがてえ。さすがビスコンティは太っ腹だぜ。いつも炊き出しご苦労だな。遠慮はいらねえ。面倒が起きたらいつでもビスコンティを呼んでくれ。それと今月分の寄付は後で教会に届けさせる。ああ、その声、さっきの威勢のいい娘はあんたか。あんまり無茶すんじゃねえぞ。こういう揉め事の対処も俺たちの仕事のうちだ。おいガキ、次はもっとうまくやれよ。うるせえ、余計なお世話だ。このガキ。いい。しかしギル、いいって言ってんだろ。ふん。威勢のいいガキだったな。ああいうやつがビスコンティに入ってくれりゃいいんだが。